ゴングロネラゴンディナララボールディは、ケカビ目のカビの一族。ユミケカビに似て、放射能基部にあるアポフィシスが休憩なので、放射能全体では、氷炭のような形になる。種として、タイプ種である G バトラーアイについて記す。菌止体はよく発達するが、コロニーの成長は、あまり早くない。補腹菌種と過婚を多少とも発達させる。タイプ種では、 バイチ状のコロニーは高さ2から4ミリメートルになり、淡いオリーブ色になる。胞射脳柄は、気質上の菌糸から出るが、補服菌糸の途中からも出る。タイプ種では、その長さは40から156マイクロメートル、太さ2から6マイクロメートル。胞射脳のもとに核壁がある。胞射脳は、休憩で、小型、胞射脳壁は、崩れるようにして壊れる。 柱軸はあるが小さく、その下方にあるアポフィシスは丸く大きく膨らむ。タイプ種では、胞子脳の小道が7から32マイクロメートル、アポフィシスの小道が3.3から13マイクロメートル。胞子脳は多数の胞子を含む。接合胞子脳は休憩で、小道は18から36マイクロメートル。後壁で表面に凹凸がある。指示柄は向き合う形で、 指示柄からは付属特起などを生じない。知られているものは自家不和合成。現在はタイプ種ともう一種のみが知られる。他にいくつかの種が記載されているが、ほとんどはタイプ種のシノニムとして処理されている。いずれも不正菌であり、通常の培地で培養が可能である。ジーベレリーは土壌からよく分離される。最初の発見はここやシの根県からであり。 その後はヨーロッパ、北、アメリカ、インド、オーストラリアなど世界に広く発見されている。日本でも広く知られる。G ラックレスパーは北アメリカの土壌から分離された。記載後の最終記録はないようである。無性生殖の構造等は弓毛カビにとてもよく似ており、アポフィススの構造によって区別される。ただ、ほとんどの弓毛カビより一回り小さい。また、 弓毛カビの多くは接合法指導の指示柄から付属突起を生じる。そのため、弓毛カビ属と禁煙と考えられ、共に、毛カビ化か、あるいは弓毛カビ化に属させられた。他に似たものとしては、ホールターミセスが挙げられる。これは、弓毛カビや本属に似て、法指導がダンベル型を呈するものである。ただし、毛カビ類の分類は、 その無性生殖器官と有性生殖器官に基づいて行われていた体系が分子系統による分析の結果、系統関係を必ずしも反映していないことが明らかとなり大きな改変を迫られている。2013年に発表された遺伝子情報を含む系統樹では弓毛カビの主要な種と同一のクレードに含まれている。ただしこのクレードには クスダマカビを中心に単方師の商法指能を頂きの表面につけるという無性生殖のタイプが全く異なる群が含まれており、トカの名としてはこれをとってクスダマカビかとしている。ちなみにこの系統樹では本族と最も近いものも弓毛カビ族ではなくヘスルタインだという、むしろクスダマカビに近い形質の族となっている。 ただし本属についてはサンプルをもっと増やして検討することが必要だとも述べてある。以下、ヘシルティンエリスハットヘシルティンエリス、P571 ハット、在都社ヤルプ、88から89、宇田川ほか、P286 ヘシルティンエリスハットベニー、ハットホフマンへ通る、P71 から72。ありがとうございます。